さあ皆さん、愛知教育行ってみたいと思います。本日の長文はこちら。まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、時間が長くなってしまいますので、空小10問題は4問で、記述説明が2問で、和訳問題が1問、合計7問いきますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、注釈ついてますからね。で、まずは空欄、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、これ熟語で一発ですね。そうです、 Keep in touch with、 うにゃうにゃと接触を続ける、連絡を続ける、そんな意味の熟語でしたね。で、あと皆さん、形を変えるのかどうかですが、皆さん直前は皆さん to とついておりますので、 to 不定詞、つまり動詞の原型でございますので、皆さんこれは形は変えなくても大丈夫ですね。ですから正解は keep ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、これは直後の from A to B がヒントになってますよね。で、適切な場所から皆さん、こういう目的地、まあ、そこに向かうんですね。ですから矢印で言うとこんな感じで、左側から右側へ向かっていく、皆さん、そういうことを示している動詞と言われたら、皆さん go ですよね。ですから A から B に向かって進む。で、皆さん、形をどうするのかですが、皆さん、空詞の左側、The last few years。で、これ、過去を表してますよね。もしくは、次の文章中も過去時制。ですから、過去時制で統一すれば良さげ。ですので、go を過去時制にすれば、when と。これが正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。今度は空欄 C ですからね。で、先ほどの選択肢、これでございますので、検討をお願いします。これは空詞の右側、size。これとセットで熟語が成り立ってますよね。うにゃにゃ size と来たら、皆さん、take size、見方をする。さっき皆さんお持ちの熟語集なんかには、take size with、そういう感じで載ってるかと思います。まあ、もし載ってなければ、ぜひ覚えておきたいですね。で、形を変えるのかどうかですが、皆さん、これ空詞の左側、tend to と来ておりますので、後ろは動詞の原型。ですから、形を変えることなく、正解は take ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続きまして問いの2番。下線部1番はこれでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、設問の指示に Twitter 上と書いておりますが、もちろん下線部1番のここ。で、ありがたいことに皆さんも手前に出てるんですよね。ですから、書くべきところも絶対に決まります。で、あと皆さん、説明の指示に簡潔にと書いておりますので、まあ、どこまで書けばいいのか、文字数とかどうするのかっていう感じで悩む方は多いかと思いますが、場所が特定できてれば OK ですからね。まあ、もっと言うと、これ以外のところを書いてしまうと減点されている可能性がございます。で、減点されないためにも場所を特定することが重要なんですが、その際にヒントにするのは言い換え、まあ、今回のこういう感じですよね。だからそこを外さなければしっかり合格点もらえますので、明日以降そのあたりを意識していただけるとよろしいかと思います。で、おそらく書きやすいのはこの単語ではないでしょうか。極端な、これ皆さんさすがにご存知ですよね。ですから参考例として、極端な表現法、そういう感じで書けてあればよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは空欄 D、 選択肢の中から検討をお願いします。皆さん、これは空詞の右側で、皆さん、熟語が成立してますよね。もちろん選択肢の make。皆さん、make sense で意味をなす。ありましたね。で、あとは皆さん、形を変えるのかどうかですが、皆さん、これ空詞の右側、comes ということですから、現在時制。で、なおかつ主語が this でございますので、三人称単数。ですから、三単元の s をくっつけて、make すということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの3番でございます。こちらの下線部ですからね。検討をお願いします。すみません、これ下線部2番にダイナマイトと書いてますので、あまりいいイメージではないですよね。で、どこを書くのかということで、皆さん次の文章を読んでみると、皆さんヒントが転がってますね。まあ、特にバットの右側は筆者の主張。まあ、特にこの辺で大丈夫かと思います。テイラー・スウィフトさんのミュージックビデオは最高です。まあ、エヴァついてますから、最上級をさらに強調している様子が伺えます。ですから、先ほどの段落でもあった通り、極端、極論に走っちゃうんですよね。まあ、過激な感じでございますので、マイナスの内容。ですから、下線部2番とぴったりですね。で、あと皆さん、下線部の先頭に on Twitter。皆さん、これが皆さん、このあたりにしっかり書き換えられてますよね。
で、皆さん読んでみると、激しく議論がなされております。激しい、熱い議論ですからね。ですから、こうなったのは最高ですって言ってるのと同じでございます。ですから、極端に走ってしまうというマイナスの内容。これが皆さん、ダイナマイトとぴったりでございますので、このオレンジのところとピンクのところ、そこが欠けてあるかどうか皆さん確認してくださいね。とにかく記述説明は場所が重要でございます。場所がずれると減点対象になっちゃいますからね。で、皆さんどう書くかということですが、まずはオレンジのところ、極論に走ったり、そしてピンクのところ、激しく議論が交わされるということ。みたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。皆さん、続いてこの4番の検討をお願いします。皆さん、これ下線部前半から中盤にかけてはもうそのまま訳していただけると OK です。まあ実際に聞きたいと思う人は滅多にいない。で、文末が反対側。で、この反対側が一体何なのか。それが次の文章に書かれてますよね。そうです。自分自身の意見を言いたい。叫びたいという話がありますよね。ですから、自分の意見が重要。ということ、皆さん、反対側と言われたら、自分以外の人間、他者の意見ですよね。ですから、他者の意見とか他人の意見、それを聞きたいと思っている人は、実際には滅多にいない。そんな感じで皆さん、訳していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、明日以降につながるように、ちょっとまとめておきますね。さあ、皆さん、今日は特に記述説明、時間を取りましたが、答えとなる該当箇所の探し方ですね。当然、動画では私が自分で探しましたが、試験当日は皆さん自身が探さなくてはいけないので、そこの助けとなるようにちょっとまとめておきますね。で、まずは問いの2番。実際には下線部1番でございますが、皆さん、極端とか極論というものを正解にしましたよね。で、なぜここを書いたのかと言われたら、このエクストリームという文章中と下線部にですね、言い換えが見つかったからですね。言ってることが全く同じだ。そしてその次の問いの3番の正解もこの青いところ、激しく議論が交わされてます。みたいなところを皆さん正解としましたよね。じゃあなぜここを正解だと思ったんですかと言われたら、もちろん下線部2番を含んでる文章中と皆さんその次の文章中ですね。おお、言ってることが同じものがある。っていうふうに皆さん考えましたよね。で、最後、問い4番。まあ、下線部3番に関する問題でございますが、このあたり皆さんヒントに考えました。まあ、確かに下線部のすぐ次の文章中にヒントがあったので、おお、見つかった。で、いいんですが、いつも直前直後に答えがあるわけではないですからね。じゃあ、明日以降につなげるためにはどうしたらいいんですかって言われたら、皆さんオレンジのところ、見ての通り、おお、全く一緒じゃないか。ですから上にまとめておきますね。結局皆さん、これを探してるだけなんですよね。ニアリーイコール。言ってるところがほぼなし。で、それをまとめると、言い換えを探してるんですよね。ですから、言い換え可能なところをとにかく見つける。まあ、その意識が重要なんですが、そういう目で見てると、ちゃんと皆さん正解がわかるように作られてますからね。で、どうまとめるかも確かに重要なんですが、書くべきところ、そこの該当箇所ですよね。それを間違えてしまうと、やっぱり点数来ないので、書くべき場所を特定する。それを最優先に意識していただけるとよろしいかと思います。